をつけ礼、よろしくお願いします。着席。あたな、今日はラスボス細い、はい、こいつの攻略法。あれよう喋るやんか。いやちょっと目立ちすぎですね、はあ、活躍しすぎ。しすぎ褒めてるやん。どうやギリギリに来てね、怒鳴り散らかして、まあ、不良そのものやと思いますね。クラスの雰囲気を生み出す不良ですよね。大丈夫かリュウ君いないと本当はやっていけないんじゃないかって思っちゃってるんですけどね。尊敬してます、すごい。あれ、違う違う、細い派。いつも男前やなと思う。攻略を言うとるやろ、お前。どうすれば最も目立っているあの細い竜の野郎を打ち負かすことができるのか、自分なりに攻略を考えてると思うけど。細い先生はやっぱ志願者を詰めるじゃないですか、うん、いや違うって言って志願者を守ってあげる。そうなんだよ、それが君たちに足りてないんや。詰めてった時にいやそれは違うんちゃうのって、やっぱトラとトラが戦わなきゃダメ。その戦いを挑むのが君たちの役目のはずなのに黙っとる。お前らはで黙っとるとあいつがずっと喋り続ける。止めるためには反論するんだよ。次やるな。わかりました。今日今から収録だぞ。はい。絶対やったよ。はい。立ち向かいます。立ち向かいます。絶対立ち向かいます。誰か味方してくださいよ。ちょっと僕一人では。細井先生おかしいよ。細井先生おかしい。みんなで止めましょうよ。細井に反論できるってことが誓える人手挙げろ。はい。はい。頑張ります。頑張ります。戦います。他に攻略法ないか。誤爆に座らせましょう。おう。なるほど。先方にいるからなんか最初から多分行くと思うんですよ。語学に行ってその全体をあなたは見渡すんですよっていうポジションに置いてみる。確かにちょっとこれ面白いわ。確かにそれはあるわ。責任持たせてね。なるほど。なるか。あいつは喋りますよ。彼はタイガーファンディングの時も1枠なんだよ。行く今日語学で。語学おもろそう。確かによし、これちょっと採用採用。僕と信弘と文弘は年齢が若いです。うん、細井さんは年齢が少し上なので受験の知識は僕たちの方が新しいし正しいと思うんですよ。ちゃんとした情報を出して論破しましょう。知識で戦わない方がいいと思います。彼ってあれだけディスってても最後にまあでもねって言って愛ですっつって出すじゃん。あれが評判になるじゃない。一回俺が独り出ししたじゃん、はい、ああいうことやってみろよお前ら。確かに確かに。まずちょっと今日決まったのは一つ目は彼が行った時に歯向かう。裏切れよお前ら。よしで2つ目は唐突に語学に座らせる。まずこれでやってみようか。ラスボス細い攻略法第1回終了です。終わり。はい、起立。気をつけ礼。ありがとうございました。なんでそんなこうあの多責思考というかあの周りのせいにばっかするんですか。でもその思考回路は、まあ、まだ若いんでしょうがないと思うんですけど、はい、学校の環境良くないとか今学びたくないから自分が学校に行きたくないって、ただただ僕からするとダダこねてる赤ちゃんにしか見えないんですけど、また赤ちゃんですかって言われる人が増えちゃうんですよね。細井先生それちょっと言い過ぎかなって思いますけど。かわいそうじゃないですか。普通にだって誰しもあるでしょ、人生間違えちゃってリセットしたいってことですよね。そうですね、はい、今の環境をリセットしたいからもう一回違う大学で環境を変えて一から始めたいっていうことなんですよ。僕があなたの父親だったら払ってあげるでしょう、お金があれば。僕らはあなたの父親じゃないんですけど、はい、なんで払ってあげればいいんですか。そこを教えてほしいです。今は大きい人間ではないですけど、今後は大きい人間になった時に出してよかったなっていうふうに思ってもらえればいいなとは思ってます。正解回答だとは思うんですけども、同じような環境の女性頑張って自分の起業資金だったりとか学費とかを稼いでる女性っているんですよ。そういう人たちもいる中、ここに来てこのうまくケムに巻いたようなプレゼンテーションで僕らがお金出すことって、世の中のもっと頑張ってお金を集めてる女性たちに対して失礼なのかなって思う部分があるんですね。いやそんなことないでしょ、だって勇気持って YouTube 前出てるんだから。で結局は全ては隠れコンプレックスに集約されていて、医学部に合格すればなんとか先の未来が開けるっていう抽象的なことにとどまっちゃってるので、これがいいのかなってことですよね。僕結構こういう子は人生ずっとコンプレックスを抱き続ける子だと思うんですよ、はい、絶対に終わらないんですよ、うん、なのでこの子の人生は結構面白いと思います。彼みたいに中学生で染みついたコンプレックスっておそらく一生取れないです。理三に行ったって理三の中に上がいるわけですから、彼はずっと戦っていくタイプだと思うんですよね。だからまあこれからの人生結構辛いと思いますけど、まあ面白い、非常にこう波のある人生を歩むんじゃないかなと個人的には思います。多分全員学歴コンプレックスって
少なからずあるんじゃないかなと思うんですよ。理算行ったやつとかでもまだ勉強してるやつとかいくらでもいますし、何に向かって進んでるのか分かんないですよね。でそれって何か多分対象を見つけて好奇心だったりとかそういったものをなんかコンプレックスを解消しようとしてるんですよね。だから人間みんな持ってるもんなんじゃないかなって思うんですけどね。まあそこに大学卒業してない人いるから、ちょっとやめてくださいよ。え、僕も何で偉そうなサッカー喋ってんの。やめてくださいよ。大学出てないやろ。高卒やろ。いいじゃないですか別に。え、確かに、まあ、分かるんですよ。細井先生はこの学歴コンプレックスは永遠だって言ってるんですけど、僕は多分違うと思ってて、高田中学に入ったやつを見返せたらそれでいいんじゃないかなっていう。いや全然そうじゃない。あ、違った。あれ。これだから結局これ出ることも、そのお金を僕らが出すことも、親御さん、まあそのお母さんからね、嫌われてしまう一端になってしまうんじゃないかなって僕は思っちゃうんですよね。僕的にはやっぱり最終的にはどんなにこうね、若い時いざこざあったとしても、やっぱ家族ですから最後は一つになってほしいなと思うんですけど。それは個人の意見でしょ。結局は親と一緒に仲良くやってほしいからって細井さんは言うけど、俺別にどうでもいいよね、そんなこと。そうね、うん、まあ どうでもいいんだけど、まあ、彼はどうしたいのかなっていう、彼を信じるかどうかだけで、もし彼の言ってることが本当だとすれば、そこまでこじれたものを第三者がここで何か言うことによって、親子関係が戻るとは僕は思えないね。正義の剣を振りかざしたいんだったら、やっぱり裁判官とか、まあ、検事側になるべきだと思うよね。弁護士っていうのは本当ぶっちゃけ口からおべんちゃら、なんならもう証拠捏造までやるやろ普通に、本気だったら。それって正義なんですか、あなた。それやとね、まあ当たり前だけどそれしかないやっていう話になっちゃうじゃん。だからそれ別にあなたのオリジナリティじゃないよね。だからそれだと、まあ普通に別にただそれはね、弁護してるっていうか、それはあなたがやりたいことなの本当に。そう、いじめの話をした割に逆行くっていう、うん、コントロバーシャルというか矛盾してるような感じが。それだとさ、例えばじゃあ亡くなった安倍総理に対して首相やるべきじゃなかったよっていう話になっちゃうじゃないですか。それで目立たなければ打たれなかったですよね、みたいな。原因をまず知るっていうことが僕は一番大事だと思ってます。原因を解決する、原因を解消するか否かっていうよりも、まずは原因を知ることが大事なんじゃないかな。ここが全部出発点になってくると思うので、そこを尽力していきたい。なんでこれが起こってしまったのかっていうようなところをこういっぱい知るために、それこそいじめ、はい、全部出ます、はい、全部出す、はい、いいですよ。ただ21歳っていう年齢考えると、今まさに思春期が終わっていろんな情報を刺激を受けて育ってる途中だと思うんですよ。今ここで議論したって僕は意味ないなって思ってて、それより1秒でも早く弁護士になってもらって、社会経験積んでいい弁護士になってもらうことがいいんじゃないかなって僕は思うんで、もう皆さん出さないで、むしろちょっと一人で出させていただきたいんで。政治家じゃなければ全然いいと思うんですよね。むしろ政治家じゃない方が、あなたが見ているチャンネル誰も政治家の人いないんすけどっていう話で、彼らになりたいんじゃないかなと思ったんですよね。だからむしろ政治家になると逆に言いたいこと言えない社会が待ってますからね。今言いたいことたくさんあると思うんだけど、それ言いたければよっぽどの中田敦彦さんをしっかり追いかけて、今日中田敦彦さん慶応出てますよね。だから言葉に重みがあるんだと思いますよ。だから学歴っていうものもちょっと自分の味の中に取り入れてもいいんじゃないかなっていう、寿司よりも学歴考えてみてね。残り67万円です。最後水木さんお願いします。はい、出た。全部かな。自分の幹となるものっていうのは、これから勉強していったり、まあ、社会勉強ですね、やって学んで挫折もあると思います。でうまいことを25歳で衆議院議員になれるとは僕は思わないです。議員になるんだったら自分より年齢上の人の票を集めないと厳しいんじゃないかなって正直僕は思ってるんで、ぜひね、今後の人生長いんで失敗しても僕はいいと思ってます。ぜひ使ってください。ありがとうございます。で要するにこの承認欲求がないっておっしゃってるけど、はい、対象に出してるわけなんで、はい、絶対あるんですよ。そうですね、あると思う。けどまだ自分として、はい、自分の名前に自信がないんですよね。だから名前を変えるわけじゃないですか。毎回名前をペンネームを変えるのは、はい、同じ名前にした時に、はい、それが同一の人物の作品だと思われたくないからですよね。あ、そうですね、はい、そうですよね、はい、ってことは次の作品、要は前の作品による影響を次の作品に受けさせたくないからですよね。あ、そうです。本当は前作の大ヒットを背負って次の作品を作んなきゃいけないんですけど、はい、まだあなたがプロの文芸家に慣れてないのは、はい、そういうことですよね、はいはい、羽生結弦さんでもそうですけど、金メダル取った後にまた金メダルを、ね、展望されるわけじゃないですか周りから、はいはい、そのプレッシャーに今耐えきれないんですよね。すごい腑に落ちました今自分の中で、はい、だから羽生結弦さんは多分名前変えたいです、変えたいですよ次。そうですよね、はい、羽生プーさんとかで出たいですよきっと。あいつは譲るちゃうんかみたいな。そしたら多分抜群の演技できるっすけど、はい、人間は前回金メダル取ってるっていうプレッシャー
もう絶対に引きずりますから、はい、そしたら着氷が乱れたりするわけじゃないですか。そうですね、それが嫌なんですよね。そうですね。だからそこが自分の甘いところだなってのは今すごい腑に落ちて分かりました。はい、今だとハイアマチュアなので、はい、今回は春のタンポポさんですね。あ、今回は、はい、あ、100日紅さんですねみたいな。サルスベリです。はい。サルスベリ。なんかこれ漢字弱い。全然漢字弱い。誰がこれサルスベリって読めない。読めない。確かに読めない。待って。俺は読める。おい、俺だけミスったみたいになっとるやんけ。花の名前であるんですサルスベリって。振りが振ってくれ。ほんま漢字読めない。いやでもなんか彼女がこうやって腑に落ちる言葉を出せる細井さんの問いはすごいね、やっぱり。確かに素晴らしいと思うね。いやいやそんなことないですけど。